88式 7cm 野戦校舎砲は1920年代中後期に開発、採用された大日本帝国陸軍の野戦校舎砲。俗称は88式 7cm 半野戦校舎砲。第二次世界大戦においては99式 8cm 校舎砲と共に帝国陸軍の主力校舎砲として使用された。 ワインが無事まで旅客された88式 7cm 野戦校舎砲、隣に立つのは、オランダ兵性能不十分な11年式 7cm 半野戦校舎砲の後継として、1925年8月18日付の、校第218号により、研究方針追加を上進、同時に施政法が大阪法兵交渉に発注された。 翌1926年2月15日付の陸広市第644号をもって正式に開発が認可され、同年4月には施政法が完成した。1927年には陸軍野戦法兵学校に委託して実用試験に入り、1928年に仮正式制定を経て88式7センチメートル野戦校舎法として88式校舎小巡部と共に、 正式制定された。11年式の更新が勝利の級であったため、開発スケジュールは他の兵器と比べてもかなり急がれている。なお、同口径である仙台の11年式7トル半野戦行射砲と、後続の4式7トル半行射砲が、それぞれ正式名称に半を含むのに対して、 本法の正式名称はあくまで88式 7cm 野戦降車法であり、班の文字はない。基本的な構造は11年式 7cm 班野戦降車法をほぼ踏襲しているが、初速をはじめ性能は大幅に向上し、世界的にも見ても当時標準的な性能を持つ 75mm 急降車法となっている。ただ、機動力を重視する。 帝国陸軍の加工には通例のことでもあるが、運行重量を減らすために大幅に軽量化されたため、全体的に作りが華奢であり、耐久性には劣る方となってしまっていた。これは、本法が陣地校射法ではなく、特に機動力が求められる野戦校射法であることも一因である。そのため本法は極めて軽量であり、迅速な移動と法律展開が可能といった。 運用面において優れた調子を持つ。牽引は96式高車砲牽引車、94式六輪自動貨車などの牽引車、4トン自動貨車によって行い、牽引速度は常用12時速1 4トル最大時速1 8トルである。反面、軽量であることから、行格の低い対地目標射撃は、方向性待機と棒立てを取り付けなければ、 転倒の危険があるため、通常は禁止されていた。1934年2月には、野戦移動用機材を廃止、ベトン砲床に据え付けされ、陣地降車砲として運用する88式7センチメートル野戦降車砲マルトクが制定された。このマルトクは、砲床が固定式で安定しているため、水平方向の反動が強い弊社や、深く射撃も可能であり、 弊社小巡具を装備していた。また固定砲床から外して脅威しずえ、足上に搭載すれば、野戦用としても使用できた。アッツ島における88式7センチメートル野戦降車砲と、ミサを砲する、同等守備隊の降車砲兵1930年代以降の陸軍の飛行場や、戦術場用地には必ずと言っていいほど本砲が、配備されており、こうした、 定点防空では事前に標定を済ませて、待ち伏せ的な集中射撃を用いたこと、また、敵機の侵入高度もあまり高くなかったこともあり、一定の戦果を上げている。しかし、このような前線での野戦防空等では、短時間の射撃のためあまり問題にならなかったようだが、前述のように耐久性が低いため都市防空など、戦略上用地において、連続射撃を必要とする戦闘では、 中大気が破損してしまうことが多かった。また、太平洋戦争後期では、高々かか旅を飛来する一部の B-29 などには有効車高そのものの低さ、及び英化式次元新艦の誤差から苦戦を強いられた。同情、発砲に伴って方針が後座し、周囲に土ぼこりが立っている1939年11月には、 高性能な電気式の97式校射算定具が正式制定され、射撃精度が向上するとともに人員と機材の節約につながっている。太平洋戦争中後半には2式校射算定具や、用地防空用の電波警戒機、電波標定機、防空式通信機、特殊式電話機などが開発、実用化、配備されると射撃精度は飛躍的に向上した。 本土防空船などにおいては、防空システムの向上及び、本砲のみならず99式 8cm 高射砲、3式 12cm 高射砲といった、比較的高性能な高射砲が大量投入されていたこともあり、連合軍の戦闘機や爆撃機に対し力を発揮した。日本本土での防空降射部隊は、B-29 に対し防空飛行部隊を忍む、戦果を上げている。 高所速の高射砲のため装甲艦鉄力は高く、破高榴弾も一応配備されていたためのモンハン事件や硫黄島の戦い、沖縄戦では対戦車砲としても転用され、日本軍が対応に苦慮していたアメリカ軍の M4、中戦車に対しても戦果を上げたの代用としても使用されている。一部は94式装甲列車の手法として搭載され、 満州や中国大陸で実戦に活用された。装甲貫徹能力の数値は、射撃対象の装甲板や実施した年代など、試験条件により異なる。1945年8月のアメリカ急陸軍省の情報資料によれば、露角した88式7センチメートルや先行車砲の装甲貫徹能力の数値は、鉄鋼弾を使用した場合、 射距離1500ヤードで2.75イン、1000ヤードで3.15イン、500ヤードで3.6イン、100ヤードで3.75インと記載されている。陸上自衛隊幹部学校選手協官室の所蔵資料である、この絵第3師団の調整資料、現有対戦車兵器資材効力外見表によると、887高の鉄鋼弾は射距離500メートル、 貫通庫板圧 100mm となっている。陣地用の丸徳型は38式野砲などとともに陸軍が徴用した輸送船や新州丸、秋津丸などの陸軍特殊船に自衛用としても搭載された。これらの船舶搭載用、丸徳は弊社、深く射撃が可能な特性を生かして水上目標への攻撃のほか3式水中弾を用いた 水中目標への攻撃も考慮されていたが、実戦での使用例、戦果については明らかではない。期109。先端が保5 0 1の方針太平洋戦争後期には、四式銃爆撃機、飛竜をベースとする特殊防空戦闘機期109の美法としても転用された。日本軍においては、サイズ、重量、威力ともに、 最大級の航空機搭載法だったが、機体重量が課題で速度、上昇力が低下してしまい、実戦での戦果は上げられなかった。現存法としては安国神社優秀館や中国人民革命軍事博物館などに比較的良好な状態で収蔵、展示されているほか、フィリピンのオロンガポにある、王力丸で死亡した捕虜の慰霊碑に用いられている。ありがとうございます。